ワクワクトレーニング、君の名前を選んでね。君の名前を教えてね。君のお誕生日を教えてね。こんばんは。さあ、俺様と一緒に遊ぶのだ。お話だね。どのお話を見る？ジャムおじさんのパン作り。おはよう。いい天気だね。おはようございます。さあ、今日もおいしいパンを焼くよ。手伝っておくれ。はい。僕は小麦粉を運んできますね。頼んだよ。さあ、準備しましょう。私と同じようにパンの形を作っておくれ。さあ、頑張るわ。パンの生地を休まずにタッチするんだよ。よいしょ、よいしょ。いいね。よいしょ。とっても上手だよ。よいしょ、できたわ。メロンパンができたね。もう一つお願いするよ。よいしょ、よいしょ。とっても上手だよ。よいしょ。とっても上手だよ。よいしょ、できたわ。クロワッサンができたね。もう一つお願いするよ。よいしょ、よいしょ。そうだね。よいしょ。もっと早くこねておくれ。よいしょ、できたわ。ロールパンができたね。よし、これで終わりだよ。じゃあこれをかまどで焼こうね。パンの数を数えてくれるかな？はい！メロンパンの数を数えましょう。アンパンマンがパンを真ん中に置いたらタッチして数えてね。全部で2個ありましたよ。ありがとう、アンパンマン。町の子たちに届けるパンの数が揃ったわ。それじゃあ僕、配達に行ってきます。頼んだよ。続いて、アンパンマン。面白かったか？お話だね。どのお話を見る？選んでタッチして。釜飯丼の釜飯。どこに行くの？これからキノコバ取りに行くだ。まずのみんなに美味しい釜飯も食べてもらうだよ。
僕、お手伝いするよ。ありがとう。ほんじゃ、早速キノコバトルだよ。キノコをタッチしてけろ。見つけた。それはマツタケだな。見つけた。それはシイタケだな。見つけた。それはシメジだな。ちゃんとキノコバタッチできただな。手伝ってくれてありがとう、カモくん。バイキンマン、私お腹すいた。俺様も。お、釜飯丼だ。いいこと思いついちゃったもんね。さあ、マジ急ぐだよ。どうしたんだ？お腹が空いて一歩も動けないの。そいつは大変だ。オラが釜飯ば作ってやるだよ。カボー君、運んできろ。さあ、二人に釜飯ば運ぶだ。頼むだよ。どうぞ、どうぞ。もっともっと、はい。もっともっと、はい。もっともっと、どうぞ、はい。もっともっと、はい。どうぞ、お、はい。金マンにドキンちゃん。もっと釜にしよこせ。待て。やめるんだ、バイキンマン。出たな、お邪魔虫。バイキンパンチ。あキノコがなくなってしまっただ。また取りに行こうよ。僕も手伝うよ。そうだな。まだキノコば取ってみんなにおいしい釜飯ばごちそうするだ。お話、面白かった。